皆さんこんにちは、ベストでございます。スーパーソコバンですね、続きやっていきましょう。57回目ですね。で、ここのね、回路をうまく、作るべきなステージなんでしょうね。で、これをこれ1個入れても多分大丈夫なので、あとはアウト。これもここまで下げちゃえばいい。で、ここの通り道を確保してから、でこっち持っていけば、これを入れとかないとね、通れなくなっちゃうんですよね。そういうことですね。で、こっちから料理してあげれば、あ、いけたいけた、こういうことですね。うわー理解してるようでしてないなこれはいはいはい、こうですね。あ、でも半分は絶対超えますよね。はい、行きました。なんとかクリア。左右対称に近いステージですね。とりあえず下げる。で、着手する前に塞いじゃえばいいのか。とりあえず左からやるっていう感じで。これもう一個持っていっとこうか。ここの位置にね、荷物を持ってくるためにの下準備が絶対必要ですよね、これは。で、戻す。で、こうか。まずこれで、で一旦開けないといけないですよね。うん、こういうことですよね。でから右側を着手。
で、そうかそうか、こうだ。これでいけたでしょ。これで左側終わりますよね。であとは右側からね、これを折り返せるから、よし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 、そんなに歩数かかってないね。 OK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 、 こういうことですね。半分いかなかった、これは素晴らしい。おお、これは、ああ、そういうことか。いけばいけるんじゃないかと。まあ逆向きに落とす方が早い場合もあるんですけど、あ、おっと、あ、1個多すぎた。まあいいか。効率いいやり方、あー、違うあるんだろうけどね。まあパッと思いついたのはこのやり方ですね。あ、200超えた。あー、こいつは、あー、まあここは間違いないね。面が迷う。やっぱり千鳥腰が苦手だ。
なるゲーム、いいのか。はい、行き過ぎた。そしたら詰めれんのか。ああ違う違う、上からやらないといけない。うん、こういうことですね。よいしょ、 OK。 いけたいけた。ああ、うわ、またかこれは。ああ、余裕のあるこっち側から行くべきなんでしょうね。で、これを避けるでしょう。で、こういうことか。で、上から戻ってこないといけないので、歩数間に合うかこれ。あ、ギリギリか。あ、いける。あ、危ねえ。あ、いけたいけた。はい。おー、今度は。まあ、こっち行くと。まず積みますよね。ということは下だけど、嫌な予感するな。これ下げちゃおうか。端っこ置くとこれダメな気がするので、ストックを作らなあかんのか。こっからしか落とせないんですよね、荷物が。
あ、しまった、積んだ。ちょいと待ってくださいね。そう、右上の荷物を出せなくなっちゃってた。ってことは、こやつをやる前に、落としとかないといけないんですね。で、ここで下に落とすとダメなんだ。うん、こういうことでしょうね。で、ここで初めて、おっと、これ600足りるか。もう半分使ってるけど、しちゃえばいいのか。4つあるから、よしよしよし、いけたいけたいけた。やっぱりここですよね。ここで折り返しを作らないといけなかったから、下げないで正解でしたね。あー、こいつか。もうこういくと積んじゃうんで、あー、積みはしないけど、戻せなくなるんですよね。っていうことは、もう鼻から真ん中から上げて、かなり回りくどいと予測するべきなんだろうね、これは。
いやー難しいな。最初に真ん中を行かないといけないのが組み方のコツ、コツっていうかね、どうしよう、ど真ん中が今度入れなくなっちゃった。
ういうことか。1、あ、いける。あー、やっとわかった。カウンターに騙されてたね。ああ見えた、見えた瞬間が気持ちいいですね。よいしょ。はい、ということで、次は40面ね、ちょうどキリがいいので、今回はここで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。それではさよなら。